あまりにも遠大な目標を持ちすぎると、そこにつけ込む人も現れます。祈るくらいなら努力してください。いくら世間から評価されようとも、あれ、これは違うぞ、という心の声が聞こえてきたら、それは、してはいけないこと。一切の現象は、原因と結果という因果法則によって一時的に成り立つことを知るのです。一切の現象は、変化しつつ消えるものです。生きるというのは、単に母体から生まれてきた生物が、年をとって、徐々に衰えてゆき、ついには寿命を迎えて死んでいく、ただそれだけの話です。美しい心の持ち主には世界は美しく映ります。飢えている人にご飯をあげることはできますか？食べるという仕事は、その本人がしなくてはならないのです。生まれたばかりの赤ちゃんは何もできません。でも、生まれてから毎日毎日学んでいるでしょう。そうやって死ぬまで学ぶんです。お釈迦様は在家の信者に対して、こう説かれています。収入の半分は投資に回し、4分の1で生活しなさい。残りの4分の1は貯蓄しなさい。親子の間でさえ、お互いが何を考えているのかを完全に知ることはできません。ましてや他人同士は難しいのです。感情というのは、理性が壊れた状態のことを言います。感情に任せて突っ走る人は、ただうるさいだけです。迷惑です。観念的な理想と文学的な遊び心で作る名言が、世の中を良い方向へ変えるならば、今の私たちには何の問題もないでしょう。わかりやすく言えば、考える、ことも、言う、ことも、至って簡単ですが、実行、はそう、うまくいかないということです。期限のない目標はなかなか実行に移せるものではありません。幸福になりたいなら、自分の幸福になりたいという意志で幸福になるように行動すればよいのです。心は悪に喜びを感じます。それを変えなければ、道徳的な世界は作れません。シンプルライフというのは、そうでない生き方のおかげで成り立っているのです。ファーストライフが悪いのだったら、スローライフも悪いのです。社会に迷惑だから悪いことをやめましょうというのは偽善であって道徳ではありません。己の心が汚れている、悪いことをしようと絶望している、それと戦えというのが本当の道徳であり、倫理です。社会の歯車、という言い方がありますか？人間一人一人は歯車でさえない。せいぜい水道の蛇口を閉めるときに使う、ゴムのパッキンくらいの存在です。水田もないのに稲は作れません。友人を作りたいのなら、まず自分の周囲にしっかりした人間関係を作ることです。自分も世界も因果法則によって起こる一時的な現象だと理解する人は、一流の人生の整備士になれます。自分を嫌うことほどそんなことはない。自我というのは錯覚なのです。自我の錯覚にしがみついている無知な人は、自分の殻の中に閉じこもって、主観の生み出した概念に永遠に振り回されてしまうのです。主観による思考がストップすると、妄想もストップします。すると、心は無色透明の綺麗な状態になります。人生を一秒に縮めて考えてみてください。一秒くらいなら何でも頑張れるでしょう。人生には一つのことに、成功した、とか、失敗した、とか言っているいとまはないのですよ。人生には、岸まで漕ぐぞ、という覚悟が必要です。人生はすでにスタートしています。もう引き返せません。どんな人間でも死ぬ、そこがゴールです。実はいつも、忙しい、忙しい、と言っている人は、一見真面目なようですが、怠け者です。世間で言う、幸せ、というのは、ある苦しみが一瞬紛れた、消えたように見えた状態のことを言っているのであって、絶対的な幸せなどというものはどこにもないのです。大切なのは、私は力いっぱい頑張りました。悔いはありません、と言えるかどうかです。もっと練習しておけばよかった、という気分があるならば失敗です。
他人が悪い見本を示したとき、それは自分にとってこれ以上ないほど役に立つ手本になってくれます。努力、精進することなしに願いが叶うことはありません。何かを探す目的で森に入る人は、本当の森の姿は見えません。何かにこだわるから、怒りや欲が出るのです。執着を捨てられれば、こうした怒りや欲に苛まされることもなくなり、エネルギーを満たし続けることができます。人間関係はなぜこれほど難しいのか。それは、人間にはもともと社会性がないからです。人間の心は、掘っていけばすぐ悪い方向へ向かっていきます。人間は皆、欲の病人です。人間は、自分のことであっても、はっきり知りません。人間の本音というのは、自分の願望さえ叶えば、どんな残酷なことでもやってのけるのです。人を羨む気持ちが生まれたらどうすればいいか、まず、猛毒だと思ってすぐに潰すことです。批判されても気にすることはないのです。世間からすれば、あなたはどうでもいい存在ですから、無責任に言いたい放題なのです。平気で悪いことをする人々は、ただ単に根性が弱く、心の叫び声に負けているだけです。良いことをする人が勇者なのです。仏教的に見れば、リーダーとはたった一人の誰かではなく、自分の役割をきちんと果たせる人々すべてであると考えることができます。仏教が進める生き方は、将来の夢、など考えずに、今瞬間やっていることは、何であろうとベストを尽くすことです。仏教では、知識を闇雲に増やすことを推奨しません。人生に役立つ程度に知識を増やし、それを使っていく。それ以外の、自分の人生にとって役に立たない知識は、全く覚える必要はない。これが、仏教の、知識、に対する姿勢です。本当の道徳というのは、社会と関わるものではなく、自分自身に関わるものです。未来である、明日、から見れば、過去である、今日、は常に失敗です。人生は失敗の連続なのです。妄想とは、とにかく概念を回転させることです。結論はありません。だから、ノンストップで流れるものです。妄想しているから、ストレスが溜まるのです。妄想とは、現実をありのままには認識しないで、自分の好みで、主観で認識することです。頭の中で概念だけが回転する状態です。物を捨てるときは、いい気分で捨てましょう。もっと欲しいという思いが人生を苦しくします。やめる力を強化しなくても必要のないことは自然にやらなくなるのです。世の中には、答えのない問い、と、答えのある問い、があります。生きる意味は答えのない問いです。答えのない問いは掘っておきなさい。勇気がなければ、知恵がなければ、良いことを実行できません。欲を目的としている限り本当の意味での苦しみから解放されることはありません。良い習慣を作れば悪い習慣は消滅します。理想などはいくらでも作られます。大変ご立派なモットーはいくらでも言えるのです。理想というのは頭の空回りでしかありません。立派な言葉も将棋や囲碁の駒並べのような言葉の遊びです。理性のない人にどう言われようが、どう思われようが気にすることはない。私たちの本能が汚れているのは仕方がないが、もっと悪いのは偽善的にそれを隠そうとしているところです。悪いことはしたくないと口では言うのですが、心の本音が悪いことをしたいと絶望しているのです。私たちは他人の気持ちがわかるようになりたいという大それたことを考えるのはやめるべきです。それよりも自分の気持ちを理解することです。生きとし生けるものが幸せであります。